どうも、近藤と申します。今日ですね、明日3月14日に発売されます、スニーカーのね、ちょっと話もしとこうかなと思うんですけども、一応星野3足ありまして、結構ね、皆さん似たあれなんじゃないかなと思うんですけども、まずダンクでね、カルジカラのケンタッキー、シラキュースのカラーリングの、ダンクが2種類、それと SB として、サファリ、アトモスが、得意としてるサファリのカラーリングの SB のダンクが、出るというところでね、いやー、全部とんでもなく数少ないなっていうところがね、もうすごいこう手に取るようにわかるというか、いやー、ちょっと厳しい戦いになりそうだなっていうところでね、まず販売ねえじゃねえかっていうね、サファリの、SB に関してはだからもう、店舗販売がまずないっていうね、コロナ対策云々っていうのはもちろんあると思うんですけども、オンラインになってしまうともうほぼ取れないっていうね、現状があるんで、全国で戦うっていう、その戦う人数が圧倒的に増えてしまうっていうところになるんで、難しいかなとは思うんですよね。だから、サファリに関しては、そもそもなんでアトモスが SB じゃないのに SB のものを取り扱えるんだっていうところからいくと、もともとサファリはアトモスのね、ものとして作られたものだったのを、だからアメリカナイキが勝手に使ったというか、そういった経緯もあって、ちょっと待って、そんならうちにも出させてよっていうところから、アトモスにも販売権利が与えられてるんじゃないかなという感じはするんですけども、にしても少ないですね。アプリ抽選のみというところで、いや、店舗やってくれよって、だから、そこがちょっと難しいラインで正直わかんないんですけど、 SB 系列店じゃないから店舗では出せないのかっていうところもまたなんか難しい、だからオンラインっていうかアプリ抽選のみっていう感じになってるのかもしれないですね、もしかしたら。一応あとモータル、あと FTC ももしかしたらあるかもしれないですね、あるとは思うんですけども、少ないでしょうというところでね、海外のリセール相場見ても国内だと4万とかいってしまうんかなとかね、気はするんですが、なかなか少なそうな印象はありますね。それと朝来ましたね、スニーカーズパスね、やられました、9時45分、9時50分、9時45分にケンタッキーが来て、9時50分にシラキュースが来たんかな、5分後ぐらいにね、多分来たと思うんですけど、僕10時まで仕事だったんで、しっかり逃しましたね、やられました。今パス来てますよみたいな DM 結構いただいてたんですけど、もう全然もうアップルウォッチで確認はしてたんですけど、もう無理、終わった終わったって思いながらね、一応20キロ圏内ということで、40キロ圏内だったり20キロ圏内だったりね、こう距離が変わったりとかするんですけども、1キロ圏内にいるのに取れないっていうねすごい非常にね残念でございました。一応12時にね限定オファーが結構ありまして、なかなかの数ありましたね。あれ見る感じだといろんな人に限定オファー届いてるようなのって羨ましい限りであるなと思うんですけども、一応明日の販売に関してはだからアトモスですか、鬼ドレコのすごい厳しいねドレスコードで、販売がありまして、一応ねあのドレスコードに関しては前のあのジョーダン1の85が出た時に、あれにジョーダン3の別のねアニュアルのが加わってたっていう形でドレスコードを、敷かれてたんですけども、その時で17足18足ぐらいしかなかったんで結構似た数になるんじゃないかなと。で並びの人数的に100、120ぐらいじゃないかなとは僕は予想してるんですけども、一応それとあと A プラス S が朝9時半からね、抽選開始ということで、イエローグラデと、クレイジーダンクっていう面白いドレスコードでね、でこれ気をつけてほしいのがシューレース交換してたらダメらしいんで、シューレース交換しないで純正のものでね、並び行ってほしいなと多分それで弾かれる人ね、この動画の人も結構いると思うんで、そこだけ気をつけてほしいなと思います。あとね、MA5 が一応そのスニーカーズパスのね、購入場所であったんで、きっとドーバーも出るだろうと。で、ドーバーも出るんであれば、9時半、10時ぐらいに抽選が開始されるんじゃないかなと思いますので、ドレスコードなくてどうしようもねえなっていう人は、ドーバー行った方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。いや、これね、だからそのカレッジカラーって、もともと、人気があるみたいな、今のこのダンクのね、すごい人気から熱量の、この風潮の中そういう風に捉われがちですけど、いやいや、そんなことなくてっていう背景がね、ありまして、昔はね、カレッジカラーといえど、もう普通にワゴンセールにぶっ込まれてるようなよもんだったんで、それこそね、日本で言ったらミシガンカラーとか結構人気だったりするんですけど、それは藤原博さんがね、入ってたっていうのもありまして、人気がすごいあったのかなと。あ、てか、これあるな。どうせならね、この箱でね、復刻してほしかったんですけど、スニーカーズ見る感じだとオレンジ箱っぽいっすね。これ、あれっすよ、ミシガンっすよ、だから。ミシガンのね、ローカット。こういう感じでね、また復刻してくれたらいいかなと思うんですけども、カレッジカラーがね、全種類復刻するというから、裏ダンク出してほしいっすね。裏ダンク復刻して、日本企画のね、ちょっと、説明めんどくさいんで調べてもらえたらいいんですけど裏ダンクがねそろそろ復刻してくれたら嬉しいかなと。
シティアタックシリーズがねバン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 と一気にねできてくれたらもうとんでもなく散財すると思うんですけども、全部プレイでもいいぐらい欲しいなって僕は思いますね。まあ昔なんかね、まあ僕の記憶の話になってくるんですけど、まあストリートジャックとかブーンとかね、そういう雑誌とかよく読んでたんですけども、今でこそそのケンタッキーとかシラキュースとか大学のカレッジカラーの名前が浸透してるっていうか、その名称としてね、スニーカーの名称たちポンポンってこう出てくる感じはあるんですけど、昔の人多分分かってないですからね。そのカレッジカラーっていうのは分かってるけど、そのシラキュース大学のカラーとかケンタッキーカラーの大学っていう頭には別になくて、もう白青とか白オレンジみたいな、昔は結構カラーでよく呼ばれてたんで、こういう風に名称としてね呼ばれるっていうのはもうなかったわけで、まあそれこそあのジョーダン1で言ったら、赤黒とかねブレとか、なんか黒青とかねロイヤルとかね、こういろいろ、それこそシャドウだって黒灰とかね色で呼ばれてたっていうね背景が昔あるんで、その名残というか、それまあずーっと昔はそれだったんですよ。だから割と最近、いやシャドウなんかいつから言い始めたんだよみたいなところにもなってくるんですけど、そのシラキュースケンタッキーもまあ言われてはいましたけど、そこまで浸透してなかったかなっていう。なんかまあ雑誌によってはそのカラーリングの、なんていうんですかね、これでいうところのこう品番がね、これミシガンだったら630358-471って書いてあるんですけど、471カラーっていう風に表示されてたりとか、そのこの下3桁でカラーリングが表示されるっていう風なね、仕様だったんで、逆にねもうシラキュースケンタッキーミシガンみたいな感じでポーンって言われても、なんか時代だなって感じてしまって逆にすぐ入ってこないみたいなうーん感じもあるんですけど、まあそんなね今昔から追ってた人からしたら、いやこんな熱量で復刻することなんかあるんだって多分結構みんなびっくりしてるんじゃないかなと僕は思いますね。まあぜひね一応まあ2足販売あるということで、せめてどっちかはね僕も取りたいなと思います。なんとしてでも、いやなんとしてでもって言うけど、昔ナイキ ID で作れたからねっていうところなんですよ。昔ナイキ ID って言ってその今のナイキバイユースか、あれのダンクができたんですけど、それでね同じの作れましたからね、ローカットとかでもね。一応シラキュースが今回ローカット初なんかな復刻は、ローカットで出てくるカラーリングとしてはまあ初めてなんですけど、まあナイキ ID でそういうの作れたんで、そこ作ってた人たちからしたらなんでこんなに人気あるのみたいなポカーンっていう状態ではあると思うんですけども、そういったね背景もあってなかなか、こういった復刻はまた楽しみが一個あるなとは思うんですが、ぜひともね何としてでも行きたいなっていうね。だからまあアトモス、A プラス S、ドーバーかなもう並びに行けるとしたら、だからもうパスの分で MA5 があって、きっとナイキ原宿とかなさそうなんで、まだ発表されてないのかな、多分ないと思うんで、ちょっとどれかでっていうところでね、ぜひともね取りたいなとは思うんですけども、いやー本当に東京以外の人からしたらふざけんなカスっていう他出せよらみたいな多分思うんですけど、みんな安いよね。大阪の人とかね、それこそね、いや大阪1店舗ぐらい出してよみたいなね、ナイキ大阪いつこんなアカウント弱くなったんだよみたいなね感じに多分捉えてるんじゃないかなと思いますし、まあそれこそ今こうランク制度みたいなのがね結構あるんで、まあアトモスだったりアンディとかそのランクをねある程度持ってる店舗でしかこう下ろせないんですけど、昔それこそね地域のスポーツショップなんかよく出てたようなものなんで、そういったものを考えるとね今のこのダンクブームってのはやはりすごいなっていうね、まあ意外性だらけというか、こんな時代来ると思わなかったでしょって多分みんな思ってると思うんですよ。だからそれこそねこのミシガンとかもそうですけど、まあケンタッキーとか、シラキュースもそうですけども、マジで2年前とか1万ちょっととかでデッド買えましたからね、マジで1万とか1万ちょっととかで全然デッド買えた時代というか、ほんとこの 1,2 年でこのリバイバルというか、その再燃ブームってのももちろんあるんでしょうけども、すごいね熱量に切り替わってきたなと。まあまたこれを数絞ってね、販売したりなんかしたらもっとプレが伸びたりもするわけですし、まあ今ねメルカリとかラクマ見た感じのサーバーだと24,000-25,000とかで落ち着きそうな感じはあるんですけど、ストック X も、国内発売前で260-270ドルぐらいですか、をまあ平均としてたような気はするんで、まあその辺で落ち着くんじゃないかなと思うんですけども、まあプレ出して買うのちょっとやだなと思いつつ、どうしても買えなかったらなんか手入れをしてしまいそうなっていう気はするんでね、ちょっと怖いんですけども、まあ僕せっかくなんでね、まあそのシラキュースローカットで出るっていうのは初なんで、まあちょっと買うのはありかなと思います。
います。僕はねっていうか結構昔の人あるあるな気がするんですけど、まあ僕はよく仲いいおじさんたちいるんですけど、その人たちみんな言うんですけど、昔から結構こう追ってる人たちってハイカットよりローカットの方が好きな人が多いんで、結構そのローカットが出るっていうことにこううわーってなってしまってるっていうか、そんでシラキュース初回おいしやろみたいな、ナイキ ID で作れたけど ID のもので出るのと店舗からちゃんと公式で出るのってまた温度感も気持ち違うと思うんで、まあそういった部分で狙いに来る人も多いんじゃないかなと思いますけども、ぜひねみんなでね、なかなか戦争になりそうな気がしますけど頑張ってね取りに行きたいなと思いますんで、一応僕ら都内とかに住んでるものからしたらまあありがたいっていうところあるんですけども、まあ一応ねそのコロナ対策もあってわざとドレスコード厳しくしてたりとか、あとあえてねあのオンライン販売のみにしてるっていう背景は絶対ありますんで、結構ねやっぱりその影響がでかい分、みんなねこう手洗いうがいちゃんとしっかりして対策を取っていただければ、店舗としてもありがたいんじゃないかなとは思うんですけども、どの目線で言ってんだっていうまたねところであるんですけども、でも実際そうなんですよ。だから店舗販売を行ったことでコロナが発生したとかってなったら、結構お店としてまた販売しにくくなったりとかもすると思いますし、結局は僕らこう現場でね、現地行って買いに行きたいっていう熱量の人とかはまた結局その店舗の販売がなくなったりとかしてしまうわけですから、そこはねなんかみんなでちゃんと予防していこうぜっていうところでね、しっかりあのまあ結構距離感もねすごい近づいてしまったりとかもすると思うんで、そこら辺をねちゃんとマスクして予防したりとか、マスクない人はむずいな、マスクない人どうしようあの手洗いうがいちゃんとしとけばねコロナっては大丈夫なんで、はい、あのピッタマスクはねあの紙じゃないんでちょっと正直あまり意味ないんですけど、あのないよりは多分マシだと思いますんで、まあマスクしていくだけしていきましょう。はい、マスクして手洗いうがいしっかりしてということ、男はハンカチ持たない人多いからみんな持ってね、マジで本当に多いからな、ハンカチ持たない人めちゃくちゃ多いんで、みんな持ってねちゃんと手洗いしっかりして対策取っていきましょうということで、明日ね、販売楽しみにしてね、まあだからその都内住みじゃないっていう方たちふざけんなよっていう人たちはもうみんなスギカスでなんとかゲットしてね、オンラインだったり、スギカスだったりでなんとかねゲットしていただければと思いますんでね、みんなで買いましょうということで、明日頑張っていきます。ありがとうございました。